ドーバー海峡、ドーバー海峡、ドーバー海峡は、イギリスとフランスを隔てるイギリス海峡の最強部で、ある。フランス語では、カレー海峡と呼ばれる。国際水路機関による海域分類では、北東の北海と南西のイギリス海峡の境界付近にある。ただし、イギリス海峡を、抗議の大西洋の一部とし、大西洋と北海の境、あるいは、 イギリス海峡の一部と考え、イギリス海峡の最強部と捉えることもある。最強部は、ケント州ォーランド、パイコールドイコールカレー圏カレーで3 4トル故障は、イギリス側の都市、ドーバー市に由来する。かつては、唯一の海峡を渡る手段として、フェリーが利用されていた。1968年から2000年は、 片高速大型ホバークラフトによる運行が行われていた。現在はホークトン、カレー間に英仏海峡トンネルが開通している国際高速列車ユーロスターもアッシュフォード乗り換えで利用できる。名称は、イホによれば現在はドーバー海峡とカレー海峡の兵器となっている。海峡の両側の英仏とも海底含め同じ岩石であるチョークでできており、 海峡になる前の氷河期には地続きであったと考えられる。これより北海側に存在した氷河との間にライン川やテムズ川から流れてきた水が湖を形成したが何らかの作用で決壊し侵食したところが現在の海峡で氷河期後に海面下に没したものと推定されている。第一次世界大戦中ドイツ海軍の駆逐艦,艦部隊が ドーバー海峡に侵入し、一つの部隊がドーバーを砲撃し、もう一つの部隊は対岸のカレーに砲撃をした。その翌日に砲撃を加えたドイツ駆逐艦とイギリス海軍の駆逐艦との間でドーバー海峡の海戦が起きた。第二次世界大戦ではナチスドイツが海峡を越えてイギリス本土を砲撃できる多役質砲も研究していたが開発には失敗した。 戦争の終盤には、英仏間で原油のパイプライン輸送まで行われた。1785年1月7日、フランスのジャン・イコール、ピエール・ブランシャールは、アメリカ人のジョン・ジェフリーズと共に、水素気球で横断を試みた。二人は、イギリス側から出発したが、海峡の中ほどでガス漏れを起こし高度が低下。荷重物を次々に捨て、果てはゴンドラ、上着、ズボンまで捨てて、 ロープにしがみつき、カレー近くの陸地までたどり着いて、横断を果たした。航空距離 38km、時間2時間47分。その服装にもかかわらず、カレー市では空を飛んで、ドーバーを横断した、最初の人間として、大歓迎を受けたという。一方、最初の友人飛行を記録した、モンゴルフィエ式気球の飛行士、ピラートルドロジェはこれに、ライバル意識を燃やし、 新型気球による横断を企てた。直径13メートルの水素気球のもとに、遠筒の直径3メートルの熱気球を取り付けたもので、水素気球で浮遊力を保ち、熱気球で高度の調節をすることを狙っていた。これに対し水素気球の発明者、ジャック・シャルルは、火薬の下で火を焚くようなものだと警告したが、ロジェは耳を貸さなかった。百八十五年六月十五日。 ロジェは製作協力者のジュール・ローマンと共に、フランス側から海峡横断行に出発したが、高度約400メートルのところで、熱気球が発火、上の水素気球に誘爆して爆発事故を起こした。ロジェは即死、ローマンも短時間で息を引き取る惨事となった。これが人類最初の航空事故とされる。九百三十年代にもガス気球を使用して、イギリスのロンドンから、 ドーバー海峡を横断し、フランスのパリまで行こうと試みた冒険家3名がおり、1936年5月23日に飛行を開始したもののドーバー海峡に足りつくことなく、ロンドン市内でタワーに激突し墜落。死亡する事故が起きている。1906年にロンドンの新興紙デイリーメールが宣伝目的で賞金1000ポンドをかけたことから、 英仏海峡横断飛行の達成競争が熱を帯びた。1909年7月25日、フランス人、ルイ・ブレリオが自ら製作したブレリオ国際で、カレー市郊外からドーバー城下まで所要時間37分で初の横断に成功した。その前週には、ユベール・ラタムがアントワネット4を借り同じコースで挑戦したが、エンジンが故障使用上に、不時着水している。 ブレリオの偉業を記念して出発地はブレリオ海岸と命名された。女性初は1912年4月16日達成のアメリカ人ハリエット・クインビー。直線距離 34km という極めて狭い海峡であるがゆえに遠泳のコースとしても有名であり、昔から世界中のスイマーの憧れの海となってきた。ドーバー海峡を横断への達成者は チャンネルスイマー、チャンネルスイマーと呼ばれる。公認、公演団体は、チャンネルスイミング案内連合、チャンネルスイミングパイロティンフェダーション、CS&PEF と、チャンネルスイム協会、チャンネルスイミングアソシエーション、草の二つがある。直線距離は、約 34km であるが常に、南西から北東へ流れる潮流が早く実際に、泳ぐ。 距離約50から 60km 程度とされ、冷たい水温、夜を徹して泳ぐことになる精神的疲労などの様々な障害があり、単独オーダーネイの成功率はかつては約10%という困難な挑戦だった。データ解析やスイマーの技術向上により、成功率は上がったが、現在でも60%程度である。また、記録が公認されるのは、 水着のみを着用し、己の力のみで泳いだ場合のみで、ウェットスーツを着用したり何らかの補助を用いた場合は、公認されない。記録に残っている中で最初に、ドーバー海峡を泳いで渡ったのは、1875年8月25日に、イギリスのドーバーを出発し、21時間45分、かかって、フランスのカレーに到着した、イギリス人男性マシュウェブである。 女性で初めて泳いで渡ったのは1926年8月6日にフランスを出発し14時間31分でイギリスに到着したガートルード・キャロラインイ・エダリー、ゼルトリュード・キャロルイン・エダリーである。史上6番目の成功であり、それまでの最短記録を2時間も短縮した。メルセデス・グライツ、メルセデス・グレイツェは1927年11月24日、 15時間15分で横断した。最速記録は2005年8月1日にイギリスを出発し7時間3分52秒でフランスに到着したドイツのクリストフ・ワンドレアッチである2006年現在。日本人では1982年7月31日に大抜き、現製造島英子が9時間32分で泳いだ。また、テレビ番組 うっちゃんなんちゃんの売りなり。の企画、ドーバー海峡を横断部で、内村光吉、宇ど鈴木、浜口優、堀部圭介、神尾瑛、藤井隆彦の6人が、リレーでの横断縁を達成し、チャンネルスイマーとなった。珍しい例だが、BBC 自動車番組トップギアのシリーズ10エピソード3において、日産、ダット3トラックの D21 型を改造した。 水陸両用車で、ロンドン郊外からドーバーまで一般道路を自走し、そのまま海峡の横断に成功している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。